内田正幸は日本の実業家。全日本プロレスを運営していた全日本プロレスリングの代表取締役社長、プロレスリングノアを運営するノアグローバルエンタテインメントの取締役会長を歴任した。1962年3月17日、北海道区温郡瀬田名町出身。医療コンサルタント会社を北海道で経営していたが、2004年に上京。 プロレスラーの武藤刑事と長年の交友があり、武藤が全日本プロレス社長に就任してからはたびたび、武藤に経営上のアドバイスをしていたという。その後、2005年に武藤の要請に応じて全日本プロレスリング取締役に就任。全日本の番頭として、数々の経営戦略を立案、展開を推進。2011年6月7日、 全日本プロレス所属選手の不祥事発生の責任を取り、武藤刑事が全日本プロレスリング社長を辞任したことから、内田が急遽第7代社長に就任し、団体再建を図ることとなった。新日本プロレスの菅林直樹社長とは、同居ということもあって話す機会も多く、2012年の40周年、記念工業の合同開催を実現に至った。 2013年5月31日、代表取締役社長を退任。2016年9月、全日本プロレスそしてレッスルマイナス1時代から友好関係にあるジミー鈴木が温度を取って起こした新団体ダイヤモンドスターズレスリングのコミッショナーに就任。9月25日に新規場で行われた旗揚げ戦ではリングに上がり、 NWA 世界タッグ選手権試合と、ブリティッシュスーパースラム選手権試合の認定書を読み上げている。同年11月、プロレスリング、ノアの新運営会社となる、ノアグローバルエンタテインメントの会長に就任。2019年1月31日をもって、取締役会長を退任し、翌2月より、プロレスリング、ノアの新オーナー企業である。 リデッドエンターテインメント株式会社の特別顧問に就任するも同年3月末をもって退任した。ありがとうございます。